知識と多くの不可思議な視野を。こいつ。あの壺、こんなに小さくなっちゃった。ブリガドーンとこの世界をつなぐ最後の境界門、それもあとわずかで消えようとしている。もう次の100年までブリガドーンが接近することはないんだよね。そうだな。パリーワールドとブリガドーンでは時間の流れが違うから。ドラーン、レゲンの送信も遠くてだいぶあやふやになってきた。うまく意識転送できねえ。さいなら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 。ロロロロ、もう会えないの？マリン、僕はこの世界を第二の故郷だと思っている。ここで暮らすのも悪くないと思っている。本当？ああ、だが僕の腕は武器、平和を維持するこの世界では疎ましく思われるだけだ。それにこの腕ではマリンを抱きしめたくても傷つけてしまう。やだ、そんなこと気にする必要ないってば。メラ、長屋で一緒に暮らそうね。僕は次なるパスカの日のために必要な存在なんだ。モノマキアの寿命って長いんでしょ？私がおばあちゃんになって死んじゃうまででいいからさ。100年もかからないよ。一緒に新聞配達でもしてさね。いいでしょ？ありがとうマリン。離れていても君のことは忘れない。その印にマリンの髪の毛のリボンを僕にくれないか。メラ、いや、マリン、一緒だって言ってたのに。私メラにひどいこと言っちゃったこともあるし、足手まといになったことも、助けてもらってばっかりで邪魔かもしれないけど、でも私はお願いメラ、私もブリガドーンに連れてって。マリ、僕も離れたくない。だけど、だけど好きよメラ。マリン、今にも胸が張り裂けてしまいそうだ。
みんなも幸せにね。